界自然遺産知床のお膝元、北海道斜里町に天に続く道と呼ばれる道路があります。東から西へほぼ一直線に28キロほども伸びている道です。まるで空へ駆け上がっていく道のようです。春分と秋分の頃、この道が太陽に続く道に変貌します。道の延長線上の地平線に大きな夕日が沈み、この道を行けば太陽まで行けそうな光景になるのです。そんな絶景を見ようと全国から訪れる人が絶えません。実はこの道は真西の方角からわずかにずれています。道の出発点からスマートフォンのアプリで方角を見ると3、4度ほどずれているのがわかります。このため太陽は春分や秋分の日から数日ずれて道の延長線上に沈みます。この春は3月12日と13日が見頃でした。訪れる人たちは太陽が地平線に入る角度や時刻を詳細に調べて、数時間前からひたすら夕日を待ちます。それでも13日は雲に阻まれて見ることができませんでした。近くには知床連山や斜里岳、鍋津岳を眺められる場所もあります。オホーツク海に漂う流氷も天に続く道から見ることができました。大きな夕日が天に続く道の先に沈むと、夕闇の間に街の明かりが静かに輝きました。